給料返済の N。 ボンジュール、ボンジュールだ。そしてどうも、トズルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえ運動します。いつも通りの挨拶。いつも通り、いつも通り、いつも通り挨拶。よろしくお願いします。いやー、やってまいりました、はい。こちらのシリーズ、まあ、ボンさんが給料を取り戻すために、はい、無敗でレジェンド4000を目指すシリーズなんです、ね、無敗でいきます。いやー、このシリーズがね、一番楽しい。どうですか、どうしたんですか。ボンさんが一生懸命頑張ってるのを見るのが楽しいんです。ありがとうございます。頑張りますよ。今日は最強デッキをボンさんのために。最強デッキ、もうめちゃめちゃ強い。今これ使ってんだ。バレルがめちゃくちゃ強いんですよ。あ、強いですね。めちゃくちゃ強いです、バレルが。ですけど、バレルとプリンス。僕が昔このトロタイで紹介した最強デッキを今日は持ってきました。え、はい、こちらでございます。このトロタイで一番強いデッキ、これ過去動画で紹介してるんで。本当にこれなんすか、これなんですか。え、ジャイト、ジャイトナイト。え、いや、だから陸受けが豊富なんです。過去で紹介したんですか。最強です。本当にしましたこれ。本当に動画で紹介してる。本当にした。本当に。いつ、いつしたよこれの。3年前。3年前に僕が紹介したんです。クライマーリリースして半年ぐらい経って、はい、いやもうこのデッキだって紹介してたのはこいつなんで。行きましょう、これで。これで行きましょう。ちょっとユニレベだけは。ユニレベは上げました。さすがに、さすがに負ける。これ紹介してたんですね。で、ナイトとジャイが被ってません、はい、いや、あんまり見えないです。ジャイナイトってあんまり。ジャイナイト、いや違う、ナイト、バルキリー、ミニペがあることによって、はいはい、もう相手の陸が絶対受けれるんですよ。確かに。壁多い。大丈夫。当時と、大丈夫です。聞いて、当時と。クラロは3年間、全く変わってないです。いや、変わってるわ。変わってるわ。行きましょう。レッツゴー。行きます、もう一回見せる。レッツゴー。行きます。お願いします。負けないでください。いや、負けないよ。負けたくないから、ちゃんとやろうって。負けたらなんか僕にヘイトが来ちゃうんで、やめてください。3年前の動画にね。これだったかっ。3年前の動画、バトータのルール。最強じゃないじゃないですか。で、見てもさ、タワーレベルの差がもう、これすいません。如実。すいません。でも、試合はガチでいきます。確かに確かに。あ、やばい。相手スーパーレアだ。ちょ、ベビドラなんで入ってんのこのデッキ。なんでベビドラ入ってんのこのデッキ。スーパーレアみたいな。これやばみっちゃいます。スーパーレアムやったら入れてないから基本的に。なんでベビドラ入れねえかな。だってノーマルとレアだけで構成できる。分かってんのかな。おー、ちょっと待って、分かってんのかな。この当時の余裕余裕。ドズル、ドズルしよう。いやいや、もうこの当時の天才でしたね。ランカーだった。今年できた、今年できた。確かにこのね、デッキあれだわ、スーパーレア入ってないっすわ。そういうコンセプトのデッキ。多分無課金でも作りやすいみたいな。そういうデッキなの。いや、俺入れていいんだって。俺のルール入れていいんだって。スーパーレア、今日はなしでいきましょう。はい、あ、来た来た来た。ちょうどちょうど。いや、でも見て、この陸受けの豊富さ。すげえ陸で受けられる。すげえ陸で受けられる。嘘でしょ、奇跡の陸受け。奇跡の陸受けできるから。ちょっと、これはもう、勝ちかけじゃないですか。たか。あ、来ましたね。アンシュナブ。アンシュナブついた、アンシュナブ。どっか、アンシュナブついてる。ついてる。安心ランプ。あ、これ。あ、やばい。これ。いや、でもこれも、落ち着いて処理できますから。ミニペッカーいて、ちょっとなんか出した方がいいんじゃないですか。何が来るかなと思って。はいはい。これは余裕でしょ。狙いやすい、ヤーメン。ヤーメン。ヤーメンの狙いやすさはやばい。でしょ、不安ならないでしょ。ならない。当たるかなって不安なんない。出た、ナイトミニペッカー。何笑ってるんですか。こういうの紹介してるんですよ。違います。使い方が違う、やっぱり。使い方がなってない、まだ。まだなってない。ごめんなさい、すいません。このデッキの使い方がなってない。使い方わかんないです。使い方わかんないんですよ。いや、まあ、よかろうよ。今回、アンシュランプがついたんで。いや、ちょ、もう、キングまで行っちゃいましょう、キングまで。ちょっと一旦、ネクロはちょっと怖いんで。確かに。無視はできない。無視はしない。無視はしないよ。二運あれは無視して。ちょっと待って、これは無視できないよ。あ、大丈夫、ベビドラが。大丈夫。おっと、やばい、ちょっと待って。ちゃんと勝ってよ。オッケー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 。怖い。いや、怖いでしょ。だから言ってもだけど。一旦集中して。全滅して。いや、でも、とはいえ負けちゃあかんすよ、だって。そうなの。だって多分トロフィー戦だったら、初めてまだ1ヶ月とか、ね。そうかもしれない。すげえ防衛から俺入ってるけど、慎重に。早く回して。オッケー。オッケー。え、ちょっと待って、なんかちょっと若干怖いんですけど、大丈夫ですよ。大丈夫。残り10秒なんで。はい。あざっす。オッケー。まあ。けど、このデッキの強さ、皆さん、分かっていただけたい。分かんないでしょ。分からないよ。
わからないよ今のじゃ。いやだって坊主はちょっとねもう麻痺してるよ感覚が。いやだっていつももう出すだけじゃないですか、はい、で今見て2対0で勝ってるんですよ。確かに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 。ちょっと頭も使った。麻痺してる麻痺してる。ジャイアントレベル上がった。ここは全力よ。ここは全力よ。この試合、ま、このこうレベルに頼る、はい、ホーム画面は全力でいかして。ここは全力でいかして、まあ、OK、ここの縛りはやめて。どんどんいきましょう。はい、いきますよ。今日は1300ぐらいまでいきます。サクッと遠くないっすね。え、なんでなんで結構や、今結構。え、ちょっと待って待って。3年前のすげえ向こうベビドラ入ってんじゃん。アンガールズの田中さんにおすすめデッキを紹介するっていう宿題があるんですよ。そうだ、この前楽屋裏でそうそれを約束したんですけど、まだ取ってなくて取らんと。どうすか僕の最強デッキ。強い強い気がするんだけど、これまだ出てきてないですけど、はい、本当はペッカ来てもおかしくないですか。ペッカシアターで。ペッカシアターなの。ペッカシアターなんだ。ペッカシアターなのよ。3年前ペッカいなかったですからね。いたはずなのに。だからこのトルタイにはいなかったかもしれない。本当に。いや、いるでしょ。ペッカシアターだと。いる？ペッカシアター。いや、いるか。ペッカシアターに。ペッカいないわけない。いないわけね。前って3年前。相当やばい、相当やばい、これ。ちょっと本気でやって。本気でやって。本気でやって。座参禁止、座参禁止。それやばくない結構。ちょっと、その受け方大丈夫ですか。やばいガチ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 。こっからこれちょっと相当やばいかも。さよならは突然。よし殴ったよね今ね。殴ったちょっと待って。オッケーオッケー、ちゃんと受けて。うわ、ロリババ。ちょっとこれ結構本当にやばいですね。ちょっと待って、マジで防衛から入ります。ペッカどうしよう、ペッカどうしよう。いやもうこれ行くしかないですよ。あ、オッケーオッケーオッケー、よしペッカネクロの形が止まんねえっす。やっちまったな。いや集中してこれジャイ出していいのかな。ジャイ、いやまあジャイ出すしかないんだけど、でもほっとけば出てくる気がするんだよな。ペッカとガゴで受けて、これガゴ必要ですよね。ですけどで、ちょっとジャイ、あ、そういう感じでペッカ来るか。ペッカ誘って、ペッカ誘ってもガゴがいるから。お、バーバーいんの。これなんでも、いやこれ結構きついな。バルキリー受けますか一旦。え、これバルキリーないと。でも、はい、今度あれネクロがどぎついんです。確かに。ちょっと待ってこれアーチャー早め足してきたんだけど、ちょっと待って。いいよ大丈夫。でもそろそろこれ次があれなんですね。バルキリーいっちゃっていいネクロ来るよ。ネクロはバルキリー大丈夫なんで。ソファイボー、オッケー足そうその年はマジでエリクさせててるだけ。足そう絶対入んない。じゃあ真面目にやってます。真面目にやって。ほらもうスケルトン出すから。やばくないそれ。大丈夫ですか。ちょ一回守りから作った方がいいですよ。はい、おいしいザップ。ミニペの方がいい。ミニペを、はい、受けで使ってライト出して。悪くない。あ、いいファイボ。おいしいサファイボ。これいったでしょ。立つな。オッケーガチン。あー、惜しい。受けて、ちゃんと受けて。これスケルトンは別で受けて。いけない。大丈夫、ちょっと待って、ちゃんとやってって。まあ落ちて。ちょ、なんで出さない。出した方がいい。落ちて。いや、ボンさん普通にやって、ちゃんと。それここジャイ足して。ちょっと待って。いけ。ゴー。大丈夫それ。ゴー。おいしい。ワンパン？もうパンないの。ちょっと待って。すごく来た。ちょ、ふざけないで。ふざけてるわけじゃないの。ここは。うまいんじゃない。いやー、どうだろう。ペッカ来るか。さあ、いいかも。エリクサーがないはず。エリクサーないはず。いいかも。ないかも。オッケー。バルキ。オッケー、ワンパンチ。ワンパンチ。もう一発。あー、惜しい。
体力ねえか。いやでもいい、ガゴガゴが入ってて、あ、これあれだ、引き分けがある、引き分けがある、引き分け、おお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 さあ始まりました、真剣に狙うちゃう、ベッカが来たらもうちょっと怖いですね、やっぱり来るんだって、当時いなかったの、本当にベッカシアターだから、なんでベッカさあ始まりました。さあプリンスにはまあいい受けですね。2レベル違うだけで、うん、全然体力も攻撃力も違ってきますもんね。あー素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。一つ気づいたことがあります。最強じゃない。遅えよ。気づいた。え、いや、ちょっと待って。ちょっと、もう一寸じゃあ、うん、次は、ちょっとボンさんデッキでやってもらっていいですか。こっちやってますわ。どっちが強いかな。いや、僕の方が強いと思うんだけど、はいはい、でしょ。まあまあ、やってみましょう。今日紹介したボン。はい。もう新最強で、あ、どっちが最強決めますか見て。今の。絶対こっちでしょ。あ、やばいよ、モモトラマン来たよ、ラストチャンスにかけてきた、 GT 来たよ、 GT ラストチャンスにかけて、当時は絶対ロリババないですから。ちなみにですけど、まあロリババはまあ言うておまけみたいなもん。いやマジ形から系がこれ、モモトラマン来てるな。いや結構手堅いよ、手堅来てるよ。はい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 、じゃこれはおっと、サスケ部で、おっとおっと、何やってないやってない、何やったやつ。まあ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 、ベビドーラで、これが強いですよね。死なないベビドラですか。死なないベビドラからの、あのプリンスもえぐいレベルしてますから。ベビドラ縦役なんですよ、うちの。ジャイアント並みの体力を持つベビドラ。そう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 、レベル9はやりすぎだ。やりすぎ、それはマジ。なんかベビドラなんか出ちゃったの、これ、これ出ちゃったの、これは出ちゃった。まあ仕方ない、それはレベルの偏りはあり得る。これちょっと気をつけて受けます。気をつけて受けつつ、いや美味しい。いいねいいね。マスケットも残り、あーこれはこの形。モモトラマンピコンピコンしてますよ。すいませんすいませんすいませんね、モモトラマン。いやーこれは、これは申し訳ない申し訳ない。いやーこれはこういうことですね、やっぱりさらに狙います。あー悪い、カツーン、まあもうありがとうございます。これが真最強デッキですわ、ごめん、ちょっとでしょ、間違えました、全然ちょっと間違えた、スーパーレアいた方がいいわこれ。いやなんかね、その当初さ、もう一戦いきます、さ、その当初の、うん、そのー、ね、僕はあ、ペッカ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 いっちゃいます、ペッカいただきます、一応ね。3年前のドズルは、うん、あれでしたわ。なんですか、どうだったんですか。やっぱ無課金に優しかった。あーなるほどね、なんか課金枠みたいな風習があった、風潮が、まあ、まあまあまあありますありましたよね、ありますあります、それは今はそうでもないじゃないですか、うん、なんか YouTuber は課金するのが当たり前みたいな。確かに確かに、あの時はね多分本当になんか課金すんのクソ野郎みたいな、そう、なあったあった、そういう流れが。わかりますわかりますわかります、課金クソ野郎という言葉もその時からあったわけですね。今もある、今もあるみたいな、まああるかあるっちゃう。さあここは大丈夫です、あの僕ベビドラ知らないんで、ちなみに私知らないんで。なるほど、あの全然ほら見てみて、いやー知らないんで、ひどいひどい以外の言葉が思い浮かばねえ。これはひどい、正直。いや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 、あの、はい、ごめんなさい、ほんとこれに関しては、うん、しょうがない、謝るしかできないですよ、ごめんなさいごめんなさい、ほんとに上がりきってるから、もうほんとごめんなさいほんとごめんなさい。いやこれだってもう、あー相手もしっかりやめ打ったにもかかわらずタワーおられる。これは、はい、もう僕が悪いですから、まあ、相手じゃなくてそういう意味で、そういう意味で仕方ない仕方ない、そういうこともある。そうそうそう、世の中ね、その善と悪だけでは片付かないこともある。
何深い意味にしようとしてるんですか。何を深くはない、深くはない。戦争が起きるときは常に正義対正義か。深くはないですよ、はい、これベビードラ出す、出しとくよ。エリポン、出すだけ、あと取れるわ。さすがに食べた。あー、かわいそう。ごめんなさい。まあまあ、まあ、これ僕は見て皆さんに言いたいのは、はいはい、このね、このランクのトロタイのベビードラ強いぞって。レベル上げたらマジで強えぞベビドラ、死なねえぞっていうことを教えたい。参考にならないでしょ本当に。これ言いたい、参考にしてる人いないっすよ。圧倒的、圧倒的ベビドラが1280までいきました。あら、クラウンタガーもいいです。じゃあ最後これ開けて終わりましょうか。はい、いやー、これちょっとね、ボン、おお、メガバンロック嬉しいな。この企画でもボンさんのね、やっぱボンさん信者がどん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 こうアンチに変わっていく様がね。俺このこの企画だけですよ、クラロは勝ってんの。勝って失望しましたみたいな。はい、コメントやっぱつかはずなので。とはいえ、はい、1回でも負けたら終わっちゃう。確かに、そうだ。いつ終わるか分かんないんで。皆さん、これはね、あの仁義なき戦いなわけですよ。そうです、別にあのふざけてやってるわけじゃないんです、僕たち。もう本当真剣勝負なんで。よろしくね。許してください。はい、許してください。はい、ということで、はい、はい、じゃあ、締めでお願いします。給料返済の終わり、ありがとうございました。ありがとうございました。今、1281まで来ました。はい。4000まで続きます。4000まで長いな。こらこらこら。あ、もう申し訳ない。さよなら、バイバイ、ありがとうございます。あ、ドズルさんのゲスト、今日ドズルさん の, あのチャンネルに変わっておきます。ここだって、ここ、このチャンネルだから。